オイゲンイえッテルは、オーストリアの画家である。主に風景画を描いた。ウィーン、パリで活動した。ウィーン分離派の設立メンバーとなった。現在のチェコ、モラビアスレスコ州のリーマジョフで、鉄工所の親方の息子に生まれた。母親が亡くなった後、家族はウィーンに移った。1860年に、ウィーン美術アカデミーに入学し、アルベルトツインマーマンに学んだ。同じ頃、 アカデミーで学んでいた画家には、エミール・ヤーコプ・シンドラーや、ロベルトルス、ルドルフ・リバルツといった画家がいた。1869年までアカデミーで風景画を学び、フランスやオランダ、イストリア、ハンガリーなど各地を旅して修行した。1868年から、ウィーンのキュンストラーハウスで開かれた展覧会に参加した。当時人気のあった画家のアウグスト・フォン・ペッテン・コーフェンから、 影響を受けた。1872年から1873年の間はイタリアも旅した。ウィーン生まれでパリで商売をしている画商のシャルル・ゼーデルマイヤー兄貴に入られ、1873年に良い条件の契約を結び、パリに移った。ゼーデルマイヤーは、イエッテルがゼーデルマイヤーの娘と結婚することを望んだが、イエッテルは、 ウィーン出身の商人の娘と結婚したため、支援は減じられた。パリで美術教師としても働き、生活を支えた。1877年から1881年まではパリの観点、サロンドパリに出展した。1890年から1898年は国民美術協会の展覧会に出展した。 1889年のパリ万国博覧会の展覧会では審査員の一人となった。パリに長く滞在し、パリで活動するオーストリアハンガリー帝国出身の芸術家の中心的存在となった。1897年にウィーンに戻った。オーストリアの貴族で海軍の提督になるカール・シュテファン・大公とその妻の支援を受けるようになり、大公の別邸のある 現在のクロアチアに何度も訪れ、風景画を描いた。現在のクロアチアのベリロシニュに滞在中に死去した。ありがとうございます。